単純な有機化合物の19回 NMR スペクトルの例。それぞれのピークの下に積分値が示されている。1ブロもマイナス3、4、5、トリフルオロベンゼンの19回 NMR スペクトル。拡大図は、パライフッ素の2つのメタイフッ素及び2つのオルソクライ、プロトン核へのカップリングから生じるスピン、スピンカップリングパターンを示している。フ素核共鳴は、 フッ素を含む化合物の同定に使われる分析技術である。19階は NMR 分光法のための最も重要な各種の一つである。19階は1、2の各スピンと高い磁気回転比を持つ。これはこの同位体が NMR 測定に高応答性であることを意味する。その上、19階は天然に存在するフッ素の100%を占める。 フッ素以外に、モノアイソトピックでスピニ1、2の高感度な NMR 活性核は 1H と 31P だけである。その高都合な性質と高い存在量のため、19回 NMR は非常に早く、1HNMR 分光法に匹敵する。実際、19回核は 3H 核と 1H 核に、次いで3番目に高感度な NMR 核である。 フッ素の化合物の化学シフト。19回 NMR の化学シフトの範囲は非常に広く、およそ550から -250ppm の範囲にあるが、有機フッ素化合物から生じる通常遭遇するシグナルはおよそ -50 から -70ppm、-200 から -220ppm にある。非常に広いスペクトル範囲は低いデータ分解能や 不正確な積分といったスペクトルを記録する上での問題を引き起こす。19階についての基準化合物は CFCL3 である。しかし、過去には CF3 区、C6 階6を含む多くの化合物が使われた。また、デカップリングした19階、1H 及び 1H、19階スペクトル、多結合相関の19階から13、CHMBC、 空間を介した相関の法事スペクトルを記録することも可能である。通常、19回 NMR 分光法は有機フッ素化合物の構造を解析するために使われる。この手法の代表的な標的は C 解決号を含む多くの医薬品である。この技術はフッ素化物事を分析するためにも使われる。h フレベリンベーシック1 アンドツーディメンショナル NMR スペクトロスコープワイリー VCH バインハイム2011 978から3から5 2 7 3 2 7 8 2 9 c ハリスロビン・キングスレイマンブライアン E NMR アンドザ・ペリオディックテーブル P130123276500 ロイ・ホフマン19フラリーニ NMR ヘブライ大学 2018年1月29日閲覧。ガーキン、エムボッツ、ジェイコーネス、エイハイジャス、アール・シュナイダー、エス・シュロワ、ティ・クリースタ、KO、ザエヌエム・アル・シフツ・アル・ノット・エイ・メジャー・フォーザ・ネイコ・デネス、オブ・ザ・フローリド・アニオン、ジェイ・フルーア、ケン、116、49、58、ドイ、10.1016、 S0022 S から1億1390万 101X。ありがとうございます。